さあやってまいりましょう。セブンスアニバーサリーつむつむ、ついに限定のね1日し放題じゃなくなっちゃったんですけど、まあその名残ということでですね、続いてはアイアンマンをやっていきますね。アイアンマンはね、まあそのマーベルシリーズを見たことはないけど、なんか知ってる。でなんで知ってるかっていうと、もうキャプテンアメリカもだったんですけど、あれなんですよね、マダム・タッソーの老人形館にあったんですよ、確か。ね、アイアンマンを老人形化するって何っていう話なんですけどね。うん。まあ、それであったんで、まあ、見たことがあるなぁと思って。はい。へぇー。すごいっすね、やっぱりね。アメリカンコミックスってやっぱなんか見た方がいいんですかね。あの唯一そのまあ、マーベルと言うべきじゃないんでしょうけど、見たことがあるのは1年半前くらいにあったあのジョーカーを見ましたね。ジョーカー誕生秘話みたいな感じで。で、あれって実はそのバットマンが誕生する背景も描かれてたっていうことらしいですね。うん、なんか最後の方にこう。両親を殺された男の子の場面がありましたけど、あそこが実はバットマンに繋がっていくなんていう裏話もあるらしいですね。うん、バットマンを見たことにちょっとそんなんかわからないんですけど、このジュン・ジュアーは一体何なんですかね。まあそんなこんなで、ほいほい、ジョーカー、確かにね、ジョーカーなんなら、もう体だからジョーカーの裏の花とかも聞いて、そりゃ人も殺したくなるわって、あと僕は殺意覚えたことないんですよ。殺意きっとね、殺意覚えたことないんですけど、確かにな、人間って本当に窮地に追い込まれたら一体何をしでかすかっていうのは分からないところですからね。まあ、そうならないようにやっぱ日々ね、いろんな人とコミュニケーションをとって心穏やかに過ごすってことは大事だったりするんですけどね。はい、ということで今日のミッション、まず1つ目クリアですね。はい、スキルは4つしか使えなかったので、あと2回スキル使って、こっちの気球ミッションもクリアしていこうと思います。ということでまた次回お会いしましょう。バイバーイ。